ここはカナダの東の最果て、ニューファンドランド島ボナビスタ。ふらりたどり着いたこの地に移住し、築123年の古民家を500万で買ってしまった。そして絶望を見た原田はリノベーションを始める。これはそんな原田ハウスの物語です。どうもこんにちは、原田です。やってまいりました、原田ハウスの時間です。まあたまにはね、ちょっと実験的な音を作り上げていこうかなという原田のリコーダー。はい、作業です。昨日ね、テーピングなんとなくしたんですけど、まだこの角、やってない角があるんでございます。なんでそこんとこのテーピングね、昨日パテなくなっちゃったんで買ってきましたよ。あとなんか仕上げのパテ濡れそうなところも塗って、ちょっと仕上げの方向に進んでいけたらなと思っているところでございます。そんな感じで、それでは参ります。原田ハウス。はい、昨日テーピングしたところ固まっているんですが、もうこの上からピャーってやったらもうしまいなのかな。あんまよくわかんないんですよね、この次の工程が。角も割と綺麗にできてるっぽいんで、このまま仕上げに入るっていう感じですかね。メッシュテープあったところはね、ほぼほぼ仕上げみたいになってるんですが、やっぱりちょっと網目がね、少しこう浮き出て見えるような感じなんで、それをもう一回こう上からちょっと厚めに塗って、最後サササとなんかヤスリでサラッとして完了なのかな。でネジ穴もやはりまだ見えないですけど、なんかへこんでる感じがあるんですよね。もう一回くらい塗って、それで綺麗に平らにするのかな。今日やるとこはね、ここっすね。このわけのわからん角っこと、あとこれまた、ま、わけのわからん、これ取っちゃえばよかったのかもしれないんですけど、前から最初からあった壁っすね、まあ、これはこのままでいいかって思って、だからここの角をパテで埋めてテープかな。あとここっす。この隙間ね、メッシュテープまた買ってきたんで、それ貼ってその上にパテで持ってみて、どういう風になるのかちょっと様子見たいと思います。これこのままじゃやだもんな、なんかちゃんとドライウォールカットしてればこんなめんどくさいことしなくて済んだんですけどね。そこはもうしょうがないです。まあやってみてどうなるか見ればね、今後何か起きた時にねまた対応できるんでね、まあ、練習も兼ねてって感じですね。よいしょ。こっからもうパテ作りの過程を飛ばしました。この隙間を埋めて同じようにテープですね。まあなんとなくで、ちょっと今日もパテやらかかったかも、そんな気がする。テーピングでやります。角むずっ、そっちっすね。まあこの角終了ということで次の角へ行きたいと思います。この角でございます。ここはまたちょっと微妙な場所で、元あった壁をそのまま残して、それでこっちのやつとジョイントさせる感じなんで、まあどういう仕上がりになるかちょっと想像できないんですけど、同じように隙間埋めてテープ貼ってという感じですかね。埋めといた方がよかったのかな。こう変な隙間があるんですよ。ここどうしよう、これ。とりあえずほったらかしにしようかなと思ってる。ホリウス、とりあえず角だけピシッとやっとく。
や実にしっくりこないんですが、このコーナーこれで合ってんのかどうかもあんまよく分かってないからね。あとは乾いてから仕上げのパテ塗ってって感じなのかな。ここどうしようこことりあえず無視、ちょっとぐらいぶっ壊れてても気にならないでしょはい、やってまいりました。本日のメインイベント、このパートですね。ブレーカー落としてまた電気取ったんで、このメッシュテープを使ってですね、ここにパッピタッピタッピタッと4つ貼って、そこにこうパテを乗せてみようかなと。それを一回やってみて無理そうだったらちょっとまた考えます。果たしてどれくらい壁っぽくなってくれるのかと、まあ、単純にここにこう貼る。はい、ではちょっとここにパテをペタペタっとやってみて、なんかいけそうだったらそのまま放置してみようかしら。ああ、ほい、今貼っつけたんですが、やっぱりちょっと下に下がってきてる感が。でもまあこれも固まったらちょっとどうなるかわかんないんで、このまま今日は様子見ようかなと。これでよし。はい、あの隙間埋めました。どうなるかちょっと明日の様子を見てから考えるか。ちょっと暗いんでやっぱ電気ないと作業しづらいんで、今日もいっかなっていう感じになっちゃいました。全然作業進まないんですけど、今日この角3つやってこれ埋めただけで終わっちゃった。そんな感じで今日この辺でドローンさせていただきます。それでは皆様良い一日をお過ごしくださいませ。ドローンハーハウス。はい、やってまいりました。続きでございます。よくわからないままドライウォールのパテ仕上げっていうやつをやってるわけでございますけども、多分なんですけどもう仕上げのパテ塗りになるのかな今日は。それを塗って乾いた後にシャシャシャとヤスリでこう削ったら、次はいよいよ塗装みたいな感じになるのかなと思います。これでねどんだけ綺麗になるのかちょっと分かんないんでね、ちょっとやってみるっていう感じで。体また風邪っす頭痛い、喉も変だし、何なんですかね、すぐ風邪ひくんですよね。でもね作業できないほどひどくないです。だから作業します。今日はそれではメイメイ腹だけ。同じようにパテ作りからですね。あっという間に新しい年始まって1ヶ月過ぎちゃった。早くキッチン欲しいな。いい加減の嫌になってきました。料理とかすんの変な場所で、食器もいつもトイレだし、普通の整った環境っていうのが住みやすいかが分かりますね。こう不便なところで生活をすると、まあ、不便にしたの自分なんで、まあいいんですけど、なんか良さそうでもないです。この前のあのライトの隙間埋めたところから攻めていこうかな今日は。はい、ここっすね。メッシュテープ貼ってこの三角のところ埋めたんですけど、まあ割といいんじゃないですかね。これで上に塗ったらほとんど分かんなくなるんじゃないかな。こんなになるんですね。ちょっとした穴は多分このメッシュテープでなんとかなるんだきっと。よくわかんないですね、やっぱね。これで、ね、乾いてからシャシャシャってやるんでいいのかな。ちょっとそれで様子見ます。次に進みます。ほら、ちょっとでかいの買ったんですよ。こういう方がバーッつって何回もやらなくて済むかなと思って。みんな広いやつでやってるもんね。この辺からビヤーってやっていこうか。
ってる気がしない。何これ。しかもなんかメッシュテープの跡見えちゃう。ってことは薄いのかな。こういうとこ思いっきりテープ薄く見えちゃってるんだよね。もっと分厚く塗らないとダメってこと。テープ見えないよね普通。見えちゃうんだよね。もうちょっと粘りますが全然うまくいってる感じがしません。はい、ちょっとパテ舐めてましたね。むずい。とりあえずボテボテやっていく。ハローダハウス。かなり大雑把なんですけど、パテ終了しました。なんか作業を撮影する気にもならないっていう、非常にコンディションが悪い日でしたね。あんま調子良くないんですよね。ちょっと出来はひどいんですけども、いいです。これで一回乾いてからさささと仕上げて、なんか色塗ってみようかなと。どんな感じになるのかっつって、これでなんか浮き出るような感じだったらもうちょっと考えなきゃいけないんですけど、これで浮き出ないんだったらもうね、はい、なんかカメラどんどん下がってませんか。下がってくる。はい。そんな感じで釈然としない感じですが、本日のところはこれにて終了。次はヤスリがけっすね。それでは皆様、良い一日をお過ごしくださいませ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe to our channel. チャンネル登録よろしく。